実績はついでに取りたいな、1時間以内で。あ、そうそう、これちなみにね、ゴースト・オブ・ザ・ベイブって選ばなくてもゴーストの道別に行けます。ただ光って案内してるかしてないかの違いです。今ちょっとニューゲームでやったんですけど、光ってません。光ってなくても入れるんです。ここミスるか。全くわからん、全くわからん、全くわからんけど入れます、スッみたいな。これ知らずにスッと入った人おるかな。まあ、構造的にはそうそうないと思うんですけど、また2面の方が間違えて入る率は高いですね。こっちはないと思うんですけど、びっくりするやろな、こっちが初めての面やって思ってそのまま行く人おるかな。さすがにおらんか。ほうよいしょ、調整してこんな感じの。ほう、スーパーマリオの壁抜け感が確かに。ダイレクト入水、これちょっと早いっす。壁に当たらない部分、壁に当たらずに入ってる分多分1秒ぐらい早いっす。これ一面ならみんな即やめしますね。やめますね、さすがに。さすがにやめるでしょう。もうフロムソフトウェアもびっくりっすわ、これは。うちの会社でもそこまでひどいことはせえへんって言いそう。ダメそう、これ。安全に。あれですよね、もうデモンズかダークソウルか忘れたけど、いきなり最初のボスがオンスロートと相撲、オンスロートやったっけ、オーラントやったっけ、忘れたけど、あの敵2体のやつ、あれがいきなり出てくるようなもんですよ。あれマジでほんまに時間かかったからな。デモンズとダークソウルとダークソウル2はやったかな、確か。あんま覚えてないけど、3は途中までやったんですけど、あとセキロも止まってるな。結構積みゲーとかそんな勝ったゲームをクリアせずに置いとくなんてあるかと思ってたんですけど、ありますね、どうやら。子供の時は厳選して遊び倒す1本を買ってたんですけど、大人になると面白そうで買うソフトが多いから。あ、オーンスタイン、そうさ、そうそうそう、オーンスタインですわ。オッケーよ、オーンスタインと相撲のコンビ、あれほんまにやばいっすわ。ボス2体ってそんなバカな。ほーい、ほーい、いいよ、これ微妙。あー、まあいいか。お、落ちない、落ちない、今日いいね、出だしいいね、出だしは。これちょっと後ろらへんの方が
もし失敗した時とか安全なんですよね。失敗というかやりやすいんですよね。あっこ手前行くよりかはちょっと端っこ気味で行くと後やりやすい。ほうあめデモンズとダクソイチはクリアした。赤狼はババアのところババアのところが分からんけど、僕はなんか地下の幽霊みたいなところで置いてますわ。あとでっかい蛇に何回もやられました。あと牛にもやられました。暴れ牛火車みたいなやつ。どうやろう。危ねえ、いけたな。ああ強すぎた。頼む。よっしゃ復帰。あっこ滑るときね、一応右側にレバー入れてボタン連打してる方がいいです。一応復帰できるんで。あ、助かる助かる。あぶねー。ふう、これ絶対面白そうで勝ってやる暇がねえ。わかる。13騎兵お米天水のさくな姫。そうですよね。そうなってくるんですよね。最悪や。助かった。危ねえ。プレイヤーはレバーと言っていますが、一般的には方向筋を。確かにレバーってなんやねん。肝臓かみたいな。十字キーですね。方向キーです。方向、右に方向を入れてボタン連打して助かることを祈りましょうってやつですね。お、よいしょ。これね、戻ります。ほ、距離調整。ふわー、危ない。ははー、ここでミス弾かった。よし、しょい。あーマジか。うわー助かる。ゲーマーやシューティングのスコアラーは確かにもうレバーっすもんね。物が、あ、ブレーキできてない、終わってる。あーできて、今度第2の、よしよしよし、第2の保険ここです。最初は右押しながらボタン連打して、次は左っていう感じで2段構えでいきましょう。滑るプレイじゃなかったら別に2段目のところはピタッと止まるんで問題ないんですけど、このプレイやってるといろんなところが罠になってくるんで。あ、これダメそう。やっぱり、うわー、最もやりづらいこれ。戻ってきちまったぜ。
れも足りんのか。むずい。これ嫌、嫌。よかった。ファミコンとかから来てる人は十字キーですね。アーケードゲームよくやってる人はレバーって感じがする。なかなか今大変な距離調整してました。地味に。お、危ねえ。あー、また落ちた。仮想ゲーセンで育ったのでレバーっていう単語が確かにインストとかに書いてなかったかな。レバーを倒すんだみたいな。あー強い。あー残念。今度左左。よし復帰。あはー弱い。あー助かった。こっちでよかった。これでちょっといけたはず、やっぱり。ほ電卓さんはケコンでもレバーでもなくスティック。なるほど。確かに。アーケードスティックっすもんね。危なー今。むずい。確かにスティガチャとか十字キーガチャとか言わないですもんね。レバガチャって言いますわ。確かに。安い。登られへんなってきた。やっぱむずいな。あの崖は塔の崖よりもなんか難しく感じる。距離やろな。うん、棒をめっちゃ動かす。わかりやすい。棒をめっちゃ動かす。
あぶねー、今ちょっとミスられそうだったな。ろれつが回らない、意外と怖い。とりあえず15分で来れた、よかったです。お、いいですね、格ゲー文化。あとはピヨリとか、ピヨリも多分ゲーム公式、そのゲームタイトルが付けた用語じゃないんですよね。あ、なるほど、助かる、助かるけど逆に嫌やなこれ。最大でええんかな、見えねえ、よかった。あー強い、ここ最後ちょっと強気にいってまうねんな、気持ち。ピオリはゲームエスとか何かで、なるほど、なんかストリートファイター2の時に連続で打撃を与えると急にダウンして、でなんか気絶状態になるんですけど、その時のヒヨコがピヨ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 みたいな感じなのでピヨったみたいな、そんな感じなんかな、語源としては。僕はそう感じて、あの思ってるんですけど、よりめくりこすり、レバーこすりやがってとか、ボタンこすりやがってはよく言うね。あれも誰が言い出したのか、めくりとかこすりとか最初に言い出したのは誰かしら。のフォルテスディフェンスのブレイブルーゼやバリアガードって、あー確かにそのゲームのシステム名で呼んじゃうってやつか。好きとか嫌いとか、ここにはもうおじさんしかいない、30代、おおよそ30代。若い世代に通じる話をしないといけない気がする。稲妻イレブンとか完全ににわかすけどね。あ、もうブレーキができねえこれ。若い世代、鬼滅、そう鬼滅の刃、全集中、何々の呼吸とか言ってたら取り繕おうと思ったら、若い世代に取り入ろうと思ったらこんなざますよ。あれかな、僕らの世代でいうカメハメハとかアバンストラッシュと同じ系統のあれなんかな、全集中、水の呼吸みたいな。超必殺技をいつの間にか CA と呼ぶようになった、完全にスト5じゃないですか。僕はまだ超ヒっていうかな、あれですよ、大阪にはね、あの
ホテルニューアワジっていう文章と関西電気保安協会っていう文章を見かけたら、リズムよく歌うやつは関西人っていう、なんかキリシタンの踏み絵みたいなやつがあるんですけど、多分ゲーマーもね、超必殺技伝授って漢字書いたやつ見せたら、多分すごいもう引用つけて言うやつは、あの昔おじっすね、昔の格ゲーマーおじっす。これ読んで、あ、超必殺技伝授っていう人は新規格ゲーマー、これ読んでって言って、超必殺技伝授っていう人はおっさんです。あと京橋はって言われたら、ええとこ出せっていう人は紛れもなく関西人。格ゲーでもそういうのありそうっすよね。超必殺技伝授に始まり、他なんかあるかな。そう、超必殺技伝授、その通りです。あれはアクセントよく言いたくなる言葉ですね。ビール瓶切りとか、強いか、よかった。まあ喋りながらでもこんな感じでトントントンといけるぐらいにはジャンパー力が、ジャンプ力ついてます。空中コンボエリアルレイブ、確かに空コンはもうエリアルレイブって言ってしまいますね。それ以外の表現がない。格ゲー空耳など墓標の影響が大きいと思われる。墓標って何やろ。いいですね、初手からいい感じに乗れた。しゃ、正確にはエリアルレイブ発生技からのコンボを言うのみだから、競技では、あ、広い意味では間違いのはず。なるほど。空中でペッペッって拾ってそのままコンボに行くっていうのはエリアルレイブとは言わない。ちゃんと勝ち上げの技から当てるやつしかエリアルレイブコンボとは言わないってやつですね。なるほど、いろいろあるんだね。不安やったんですよ、いけるかどうか。ほっ、あぶねえ、飛びすぎた。最も弱いなこれ。もうちょい連打しよう。怖い、連打力が足りひん。横に落ちることを恐れてる。
これはオアです、オアです、抜ける、あ、よかった。カイザーナックル走るってやばいですね。ジェネラルジェネラルチャレンジでしょ、要は相当大変やと思うんですけど。これ確かにこう、ふう、こういう生き方もある。最近見てた配信の人の動きをちょっとパクりました。これいいな。距離が合えばそれができる。危ないます。変なレバー入ったかと思った。あらぬ方向に飛ぶ可能性があった。今のはこれ、右行くにしても左に行くにしても、まあまあまあ、まあ、これなら。危ない、ブレーキできなかった。某ビーム動画でカイザーナックル更新するの、へえ、あれも熱い競技ですね。カラスが邪魔、初見最近あまりなく使わなくなったスパコンするってことかな。それは初めて聞いたかも。もう普通に行きます。もうこれがいい、普通に行くのが一番いい。でちょっと強気に、生意気に行ってブレーキしたらここに行けると。生意気にとは奥井正美さんも言ってるじゃないですか。強気にちょっと生意気にジャンプするぐらいがちょうどいいんです。なければ大丈夫。あの滑り止めがあるんで。うん。よいしょ。よいしょ。なんでボタン押した。次用のボタン押してしまった。怖い。ほっほっ、およそタイムアタックとは思えないこの慎重さ。ふう、落ちたくないその一心でやっております。ほっ、あぶねー。
ほっ、ステージ入る際に2回失敗している時点で、確かに今心拍数すごいよ、100はある。電卓さんみたいに98万とか言わへんけど100は超えてる。なんでここ毎回心拍数わかんねえやろ。ここもな、微妙やねんな、これ。完全に壁に当たったと思った。あー痛い、心臓が痛い。思ったよりゴーストをやってないからこういうことになるんですよね。ほっ。さあどうしよう。あとはブレーキさえ失敗しなければ。オッケー、はい、ありがとう。自己ベ更新です。はあ、いや、およそ自己ベストを200倍更新しましたね。これは嘘、大げさ、紛らわしくないっすよね。自己ベスト多分200倍更新してると思うんですけど。沖田さん、どうもどうも。沖田さんのあの生き方、あの滝の最後の部分ちょっと使わせてもらいました。あの距離になるとあの最大で行く方がめっちゃ安全ですね。世界ランク多分1位じゃないですか。だってやってる人見たことないもん。どうも沖田さん、こんにちは。どうもどうも。アーカイブで、はい、ツイッターでもお返事しましたけど、アーカイブ見ました。おめでとうございます。じゃあ待ってます。はい。こちらの席空いてますんで待ってます。もうちょっと詰めたら10分台10分か。まあミスなくなれば勝手にタイム下がるから10分台にはなるんでしょうね。っていう感じでした。確かに2時までに終わりましたね。シャキーン、31分、やったね。だって101時間が自己ベストで、これだって 0.5 時間でしょ、言ってしまえば。うん、やっぱり200倍っすね。うん、ですです。ミラクルジャンプ採用していただき光栄です。いやー、あれ助かりますわ。僕ジャンプキング初見の時にあんまりあれなんですよね、ここ最大で行ったら楽できるっていう探し方をそんなにしなかったんで、基本なんかもう脳筋タイプなんですよ。これぐらいみたいな。